熾烈な残留争いに巻き込まれたガンバ大阪、すべてのゲームをファイナルゲームというイメージでピッチに向かいます。一方、柏戦ではクラブ最多の6得点、首位 F マリノス戦では2点ビハインドから引き分けに持ち込み息上がる FC 東京。2022明治安田生命 J1 リーグ第29節、ガンバ大阪対 FC 東京の一戦です。まずはガンバ大阪のスタートと予想フォーメーションです。今日のこの選手のチョイス、ポイントはどのあたりになりそうですか？まあ、やはりこう新しく入った選手もいますし、継続した選手、まあ、こういったところでチーム全体のコンビネーションですよね、攻守におけるコンビネーションというのがいかに高まっているかというのは、ね、ポイントになると思いますね。一方、 FC 東京のスタートと予想フォーメーションです。まあ、やはりこう継続した出ていっている選手に関しては非常にこうチームの、ね、あの良さをさらに高めてくれると思いますし、そこに入ってくる新しい選手たちのやはりこうポイントとなるプレーが、ね、出せるかどうかでしょうね。東口ワンタッチ、長友が競り合います。ボールを奪った斉藤、レアンドロ・ペレイラからファンアラーの中、パトリック、そのパトリックに出す、木本の対応、パトリック、今のシーンですね。ここから奪った後ですよね、こうライン間からギャップをうまく抜け出したんですけども、ボールが流れたんですね、多少、はい、ここでキーパーの足が入ったようにも見えましたね。シニメシノがポジションを取っていました。ファンガラーノが逆サイドまで行っています。クロカーのクロス、山本裕貴だ。シュートまで持ち込んだガンバ大阪です。長友が潰して、塚川から渡辺龍馬、サイドを変えます。新井優斗、胸コントロールからそのまま狙った、得意な、ね、角度ですよね。新井優斗中に出す、渡辺龍馬かわしてサイドを変えます。阿部戻して、中村穂高クロス、フェリッピ、こぼれたところ、塚川来ましたがラインを割っています。縦につけるパトリック、森重とのマッチアップ、セカンドボール奪った東、前を向いている、ワイド、アライルトン勝負、乗ってきた、ここでパス、シュート、最後塚川、ちょっと軸足が滑りましたかね。フリッピもプレスバックしましたが、ガンバここはロングボールで逃げて、レアンドロ・ペレイラフリーになった、フリー、木本が行く、ホイッスルはなりません。山本裕貴、パトリックを狙う、そしてそのまま入ればというところもありましたね、今ね。そうですね、メッシュが内に入って福田、そして同サイドにやってきました、パトリックのヘッド、さらにレアンドロ・ペレイラ、薬物をビク止めました。合いましたよね、ここで、はい、ダワンがマーク2列目ですよね、はい、これ入ってますね、ダワンのヘッドでしたね。渡辺龍馬、シンプルにクロス、阿部が待っている、左足のシュート、ファーサイドへ非常にこういい一山越したボールですよね、はい、大外に待ってました。山下呼んでいる、そのサイド、今野勝負をする、細かいステップからシュート、シュートブロック障子、セカンドボールシュート、東口キャッチ、渡辺から中村、阿部、
ここでホイッスルです。両チーム譲らぬ激闘は0対0、スコアレスドローに終わっています。なんとか勝ち点1をもぎ取ったガンバ、乗っている FC 東京、今日は得点を奪えませんでした。